ついにやってきたサッカーの王様ペレ。5月26日の東京国立競技場は試合開始前から大騒ぎです。ファン待望の夢の対決、ブラジルサントス対全日本。サッカー史上不滅の記録、1000得点に輝くペレのプレーにファンはただ驚くばかりです。ボールが足にくっついてしまったかのような絶妙な球さばき。反射的な素早い動き。100メートルを10秒台で走るダッシュ力。どれをとってもまさに芸術的なプレーです。ブラジルに三度世界の王座をもたらし、黒い真珠、神の子と最大級の賛辞を欲しいままにしているペレ。前半1点リードしたサントスは、後半29分、全日本の必要なマークを外したペレが2本連続の弾丸シュート。6万人の大観衆を熱狂させたペレのワンマンショーでした。